颯爽と凱旋だね、ライトニング。またお前か、ライト様。どこですか？乗り換えしろって。はい、これで二人っきり。それにしても派手にやったね。予想より大事になっちゃった。予想だと？問題。例の予言の書のことをノエルに教えた張本人は？お前だったのか。ノエルを見くびってたわ。まさか自分の意思で予言を打ち砕くなんてさ。せっかく用意した予言が打ち消されて残念だったな。何言ってんの、逆よ逆。実現しなくてよかったわ。あの予言に映った世界は見た目が綺麗なまがいものだし、思考神ブーニベルゼ様にとって見えないものは存在しないものだから。見えないものとは例えば心？なんだ、分かってるじゃない。せいぜい神様を手伝ってあげることね。とはいえあなたにも思うところがあるようだけど。お前に何がわかるんだ？ヨグドラシルが。ライトさん、無事でしたか？かつてノエルは人々の先頭に立ってカオスと戦っていました。しかし救世院が権力を握ると姿を消し、人知れず町の治安を守っていたようです。あの予言の書が真実を映していたとすれば、私が死ねば理想的な未来が実現したのかもな。いや、どうでしょう。ライトさんの死は解放者の失敗を意味します。であればその先にある未来ではノエルの魂は救われていないはず。ならばあの映像は何だ？誰もが幸せそうだったあの光景は見た目が綺麗なまがいものか。可能性はあります。映像に人の心は映りませんから。バニラさんとファングさんはクリスタルになってずっと世界を支え続けてきました。僕たちは仲間だったのに二人だけに全てを背負わせてしまったんです。だから今度は僕らが二人を助けなきゃいけない、そう思ってます。